で、いやもう本当に、ここまで、PSP からビータに上がると、変わるんだなっていうのが変わりますね。僕的にもびっくりでした。あと、やっぱり松岡くんの声がかっこよく入ってますね。こう切る時とかね、音声が。あ、それ、実演ですね。ありがとうございます。なんかちょっと今、本当に、あの、結構この状況がすごい状況ですよね。すごい、手汗かいてるんですよ。巻き汗もね、いいですよ。大丈夫、大丈夫。まあ、緊張しちゃいますよね。緊張します。なるほど。だから、すごいガン見なんですね。大丈夫だよ、前を見れない。横なら見れる。はい。そっか、そっか。いや、松岡さん、だいぶゆっくりですよね。大丈夫です、松岡さん。はい。松岡さん、大丈夫ですよ。みんな襲ってこないから、あそこからはね絶対に入ってこないから大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。はい、ありがとうございます。だから、いやいやいや、一応松岡さんにも前作ゲームちょっとやっていただいてて、で松岡さんにはゲーム前回途中で難しすぎて断念をしたとぐらい、実は前回のゲームって結構難しくできてるんですよ。で、今回はさっき見てたアクション要素っていうか、丸ボタンを押しても一応必殺技まで出るとか、ある程度ゲームやりやすくできてるんで、今度は松岡さんにもクリアがいけるのでは。ちゃんとリズが死なないように守っていただいて、はい、松岡さんに会った時にリズを殺、なんでリズを僕は殺さなきゃいけないんだって守りたいのに守れないって言って、そっと PSP 置かれたって言われたんで、ちょっとその辺の難易度も調整してるんで。すごいでかいスライムにやられたと思います。